明智町は、かつて、岐阜県江那郡にあった町である。2004年10月25日には、合併によって、新江那市が発足し、自治体としての明智町は廃止された。同時に、江那市の町名として、明智町が設置された。岐阜県の南東端に位置し、南川高原に属する丘陵に囲まれた盆地の町。町域は、矢作川流域に属しており、 支流の明智川が盆地内を南へ流下、南部で渓谷を形成している。典型的な内陸性気候であり、日中の温度差が激しい。陶器の冷え込みは厳しいものの、積雪量は少ない。市外局番は大半が0573だが、良建築のみ0572である。鎌倉時代の宝治元年に、明治東山市の子祖、東山経営が明治城を築城した。 遠山市一族は、本拠の岩村城と、内義城、明治城を中心に、現在の江那市、中津川市にかけての地域を治めた。戦国時代には、小田市と武田市の構想の舞台となった。1570年12月に、武田軍が上村に侵入して、上村合戦が勃発した際に、明治遠山市とその家臣の多くが討ち死にした。討ち死にした武将は以下である。 東山景行、東山景言、門の磯之助氏幸い、田良し宮内、吉政、小泉義左門、田代壇長などである。1575年11月10日に、岩村城に立てこもっていた武田方と東山方は、岩村城近くの水晶山の小田方の陣地に用地をかけるなどして、信忠軍に対抗したが、川尻秀高、毛利秀より、浅野左近、猿、 小木仁太郎党に反撃されて、武田方についていた遠山市の一族、ろ党の沢中左中田三都市、小杉勘兵衛らが討ち死にした。武田方に組みして、岩村城に籠城していた遠山市の一族ろ党の、馬木十内、馬坂九馬大船五十六太氏が、小田氏との戦いで討ち死に。明智光秀の出身地には、諸説あり、明智町やかに明智が、 出生地であると主張している。江戸時代に国一条例によって、明治城は廃城となった。江戸時代に北西六の大手門近くに旗本陣屋が置かれて、中間街道脇道の宿場町として発展した。明治、大正期には、養蚕、製紙産業で栄えたが、その後、昭和時代になり、養業が主産業となった。市街地には西洋文化の影響を受けた。 当時の建造物が残っており、それらを活かして1984年に日本大正村が改存した。明智町立明智小学校明智駅町名は明智であるが、明智鉄道は明智と表記する。現在の駅名は明智駅だが、国鉄時代は明智駅だった。日本大正村役場級、明智町は1907年10月事業許可を受け町営で、 電気事業を始めた。明智川に水力発電所を建設し、1908年5月より事業を開始した。明智光秀の生まれた場所を終え、岐阜各地、ここだ市町朝日新聞、2018年11月5日、文化財もめちゃくちゃゲリラ豪雨、八つあたり、朝日新聞昭和47年7月13日、夕刊三版11面 ABC、 映画年間1963年版、別冊映画便欄1963時事通信社。1963年の映画館、消えた映画館の記憶を参照。電気事業用欄。第5回。ありがとうございます。